本大成メディアに出演が決定し、脱退の真相を説明するのではと話題に。彼が出演する「匂わせ」の内容とメディア出演にファンからは賛否の声が。こんにちは、スコープ芸能です。昨年12月30日にメンバーだった福本大成さんが契約解除となったことが話題になった A グループ。契約解除の理由として、コンプライアンス違反とスマイルアップから発表があったものの、その詳細は明かされていません。3月9日には A グループが出演するバラエティ番組 A子が放送され、共演するお笑いコンビ良い子とともに大阪新世界でロケを行ったのですが、その内容が波紋を呼びました。この日の放送でファンが注目したのは、番組冒頭 A グループの末澤誠也さんが体調不良で欠席したため、メンバー4人と良い子2人でのロケとなりましたが、良い子の濱口さんが次のように発言したのでした。 A グループついに4人になりましたか。これを受け A グループのメンバーは、ロケの度に言うのやめてください、本場の体調不良ですとフォロー。その場は笑いに包まれていましたが、 SNS 上にはファンからの不快感を示す声が相次いでいました。一方でセンシティブな話題も、芸人らしく明るく励ましたとして、良い子を好意的に受け止める人もいたようです。今回の騒動の真相は明かされていませんが、福本さんは過去にスキャンダルが2回ありました。また福本さんは高校生の頃から性格悪いと言われていたようです。5月15日にはデビューを控える A グループですが、公式 YouTube チャンネルを更新し、昨年末に福本さんがコンプライアンス違反で旧ジャニーズ事務所から契約解除されたことに触れています。23日に配信されたのは、ヨニのチャンネルとのコラボ形式で、グループの歩みを先輩と振り返っていた時でした。昨年末の話題では、正門義則さんが避けては通れないとして、メンバーの脱退がありましたと福本さんの騒動に言及。小島健さんは、すぐ動画を撮るみたいな感じでしたね、ファンの人に向けた動画、説明を聞いてすぐと語っていました。今なお疑問が残る福本さんの脱退劇から4ヶ月が経とうとしていますが、ヨニのチャンネルでグループとコラボがあっただけに、今後もヨニのチャンネルで福本さんの真相が明かされる可能性はありそうですが、メンバーからは一体どのようなことが語られるのでしょうか。 SNS 上ではファンから、個人的には一切触れずになかったことにされる方が悲しいから、触れてくれてよかったって思うけど、いろんな思いもあるし難しいよな、中途半端に触れるだけ触れるけど脱退理由は一生明かされないんだもんね、モヤモヤといった声が上がっていました。そんな福本さんと旧ジャニーズ事務所との契約解除には、実は伏線があるという噂もあります。福本さんは4月4日に自身の X 旧 Twitter を開設し、直筆入りの文書で、この度は多くの皆様に多大なるご迷惑ご心配をおかけしてしまい、大変申し訳ございませんでしたと謝罪。続けて、本来であれば以前の事務所を退所するきっかけとなった出来事について、直接私の口からファンの皆様関係者の皆様に対しお詫びし説明差し上げるべきだと思います。しかし当該関係者の方々のプライバシーの観点とご意向により、具体的な説明は控えさせていただきますと伝えていました。芸能プロ関係者は、旧ジャニーズの発表でも今回の投稿でもコンプラ違反の内容は明らかにされていませんが、以前から言われている通り第三者を巻き込んだトラブルであることには間違いないとコメント。続けて、世間的には契約解除は唐突感がありますが、実は伏線があるんですと語っています。話は3年前に遡り、文春オンラインが21年3月にスーパー A との横山優さんとのお泊まりデートをした元 NMB48 横野すみれさんが、実は福本さんとも密会していたと報じていました。事情に詳しい関係者の話では、すでに売れている横山とは異なり、福本はまだデビュー前で、これからファンを増やしていかなければいけない時期にもかかわらず早くも取られてしまい、事務所内でも自覚がないと批判された経緯があった。それに加えてコンプラ違反が明らかになったので契約解除になったのです、デビューが近いのにという冷ややかな意見もあった。
と話しています。福本さんの契約解除はあまりに突然の出来事となり、ファンの混乱も大きく、何したのか教えて、受け止められないと悲しむ声が溢れていました。そのため今回の X 解説で、ずっとずっと待ってました、本当に戻ってきてくれてありがとうと歓喜する声も多く寄せられていたようです。ですが喜ぶ声ばかりでもなく、批判も寄せられていました。というのも、古巣の A グループは3月に行われた京セラドーム大阪で5月15日に CD デビューを果たすことを発表したばかり。つまり今が一番大事な時期と言えます。メンバーやファンにとって悲願だったデビュー日が目前に迫っている中、福本さんの復活というまさかの展開に。そのため X では、福本さんの復活には本当に本当に本人だとしたら、今じゃない、今じゃないよ大成、今じゃないんだよ、どうか偽アカウントであれ、このタイミングで本当に本人だったら A にあなたがいたことを誇れないよ、といった複雑な思いを抱く声も少なくありません。また1月9日には YouTube チャンネルジュニアチャンネルで生配信を実施した A グループですが、その中で福本さんへメンバーがメッセージを送った疑惑も浮上しており、ファンの間で物議を醸していました。1月11日に28歳の誕生日を迎える草間さんのお誕生日企画がスタートし、草間さん本人がサプライズに驚く中、小島さんは草間さんの名前やハッピーバースデー、26歳などの文字が書かれた大きなホワイトボードを室内に運び込み、事前に書いておきましたと報告。草間さんは間もなく28歳になるだけに、違う違う違う、何年前の26歳と突っ込んでいたのですが、末澤さんからちゃんと読んでと促され、メンバーの手書きメッセージを音読していった草間さん。ホワイトボードに書かれていたのは、離れていてもずっと友達、お前のことは忘れへんぞ、お前やったら大丈夫、頑張れ、ちゃんとご飯食べや、といったエールの言葉でした。なお佐野さんはこのサプライズ演出を聞かされていなかったようで、なんで俺にもドッキリなの、書いてないとポツリ。小島さんによると、頑張りに出る3人が先に現場に集まっていたといい、 YouTube 生配信の企画を打ち合わせする中で、草間ハッピーバースデー企画にしたらいいんじゃないという話になり、佐野さんにも内緒で準備を進めていたそうです。こうしてサプライズで行われたバースデー生配信は終了となりましたが、配信を視聴していた一部のファンはホワイトボードに書かれたメッセージに違和感を抱いたようで、お前のことは忘れへんぞといった言葉は草間さんではなく福本さんに宛てたものなのではないかと予想しているのでした。ファンは他にも、草間の28歳の誕生日祝いのはずが26歳になっていたのは福本の誕生日である10月16日から来ているのではないかと疑う人も。またハッピーの文字は福本の一発ギャグワイパー YPPAH を示している説、 PP が反転して数字の99に見えるのは福本が1999年生まれだからと推測。末澤さん、正門さん、小島さんが書いたメッセージについて様々な受け止め方をしていました。当人たちが直接的に福本さんに言及したわけではないものの、ネット上のファンはホワイトボードのメッセージに号泣。リチャードの誕生日企画のボケに見せかけて、きっと大成に向けたメッセージなんだろうな、などの声が上がっていた一方で、頑張り組、大成がどれだけの人に迷惑かけたのか分かってる、契約解除について何の説明もできないのに匂わせをするのは最悪、5人を応援しようと思っていたのにああいうメッセージを見せられるとモヤモヤする、といった否定的な意見も見られていました。福本さんは今後の活動について、自分自身の行動を見つめ直し深く反省し、決しておごることなく生きていく所存でございますと語るにとどめています。過去に区切りをつけるためにコメントを出したのか、果たしてその真相はどうなのでしょうか。福本さんの今後の動向に注目です。最後までご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録と高評価、コメントをお願いします。
それでは